やもうさん、コーネとかももう最終回行っちまったでしょ、ポケモンのストーリー。うわ、我々はまだセルクルタウンを出られない。セルクルが俺たちの一番道路ねえ。みんな終わってきた。マジかー、あっという間だな。日々が過ぎるのは。でもまださ、クリアしてないさ、リスナーさんもきっといっぱいいるよね。よそはよそ、うちはうち、そりゃよそはよそ、うちはうち、そういうことでしょ。ネネチが、ネネチがさ、うちのね、ホールダイブのね、あのね、5期生のね、桃鈴ねねちゃんというね、子がいるんですけど、まあ、その子が結構キッズでね、キッズだなーって、日々思ってたんだけど、カブトムシ飼い始めてる頃からね、やっぱねねちゃん小学生なんだなーって思ってたんだけど、ねねちゃんがさ、スカーレット始めたんだけどさ、虫ポケモンいるかなって書いてあって、サムネに。キッズの代名詞やん思いましたよね。やっぱキッズは虫ポケが好きなんやな。キッズはもう虫ポケが好きなんだよ、みんな。もうね、面白かった。笑っちまったね、あれは。短パン小僧じゃん。ねねちともさー。ねねちにはさ、勝てる気がする、ポケモンバトル。だって虫ポケモンでしょ、あっち。炎が強いわけじゃん？今度勝負挑みに行こうかな。ねねち、戦わね。おいのポケモン強いんだ。おいのポケモンね、強いんだ。おいと戦おうよ。タイプ相性で選んでいこうかな。ねえ、それで負けて帰ってきたらすごい恥ずかしいけどな。涙出ちゃうな、そんなの。ルネチクワッス選んだ。クワッスなのか、それはやばいな、ワンパンされる。やっハロー、始まりよー。うわっ、ファッキュー。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄様、大好きだよ。